ただね、皆さん、ひょっとしてね、不思議に思うかもしれあれんけど、楠木正成、何回戦死するんやろね。っていうか、楠木正成が戦死しましてもですね、別に千葉がなくするでしょ。陥落しないし。してないでしょ。じゃあ、赤坂中でございまーす。なあ。戦死したのな。千早や赤坂城はおなじみご存知のように無傷でございます。楠木正成があかんかったんかみたいなね。ダメじゃ、ダメだなあいつ、ダメじゃん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 。これじゃないか、千早や赤坂城は。どっちかって言うとこっちかもしれない。千早赤坂城ね。あるいは千早赤坂城。うん、これかな、どっちかって言うたら。あるいは千早赤坂城。これかな。どれやろね。まあ、これじゃないわ。ね。これかな。じゃあ赤坂城。なあ、ね、なんかめんどくさいからやってへんねんけど、せなあかんのにね、これね。せなあかんことないけどね。ね、ある日新進 SF 作家の君、栗本薫のもとに届けられた一通の手紙。差出人の名はなんと、あの神秘の美少年印南薫とあり、謎の象形文字が書きつけられていた。やってへんねまだ。そんなんかな、これ千早赤坂城ですから、こういうダンジョンものはいっぱいありますけどね。ダンジョンものもあるけど、そのダンジョンもの、まあ実際千早赤坂城ってどのぐらいのダンジョンだったのかっていうのがね、あんまりそれ分析されてない、何で解析されてないでしょ。なんか外側ばっかり有名で、なんかお湯落ちてきたとか、引き返る落ちてきたとか、中のダンジョンプリンツイートはあんまりみんなクローズアップしないよね。地配所と赤坂所がつながってたとかね、地下で。結構距離あんねんで、そこもっとクローズアップしてないかね、クローズアップ、ね、この家とつながってた家やな、もともと西浦長屋やから、西浦邸とつながってたり、もう全部どっかでつながってたら嫌やな。そこそ細川のじいさんとかあれ全部そこでつながってた、あり得るね、昔の建築やから。みんなそんなないことにしてるけど、私みたいなのはちょっと地下の方がすごいってか。一度いらしてください。誰も口割らんと思うけど。